おーおーい、女子大の続報来ましたよー。わあ、あ、それなんだっけ？やだな、著作権侵害の非申告罪の話ですよ。ん？そんな話してたっけ？あ、もしかして、あのロリ弾圧のやつ？それ児童ポルノの方や、私が言ってるのは、薄い本の方だよ。え、なになに？薄い本がどうかしたの？あれこいつ完全に覚えてないのか？ほら、TPP タオパイパイのやつだよ。あーはいはい、あの犬丸出しとボケが被ったやつね。わー、それを言うんじゃないよ。いやほらあれはパクリではないんですよ。偶然似てただけですよ。いや似てたというか、全く一緒だけどね。ほらあれは、ジャンプで読んでからしばらく期間が空いてたからきっと潜在意識にあったのがボロッと出ただけだよ。どっかのエンブレムと一緒だよ。それはアウトじゃねーか。もうみんな忘れてる頃だからいいんだよ。エンブレム騒動があったからスタップなんて覚えてないんだよ。関係ないんじゃないのそれ。いいのいいの、ほら本題戻るよ。もう、わかったよ。そんで、おそ松さん第1話がブルーレイ収録や公式ネット配信を中止したってことだっけ？あーあれパロディやりすぎてたからね。でも銀玉も同じようなことやってたんだけどね。でその話じゃねえよ。JPP の話だっつってんだろ。だって、前回もわけわかめ状態だったし、結局なんだったのそれ。ではまた説明しますね。いわゆる二次創作ができなくなるかもってやつです。ほうほう。わかりやすく言うと、コミケで薄い本が買えなくなるって話です。わあマジかよ、私の嫁がー。そうそう、そんな反応が欲しかった。こっから本題ね。それで TPP 交渉で非申告罪が決まりまして、この間その調整がやってたところです。11月4日小委員会が開かれ、同人誌などに代表される、二次創作は非申告罪化に含めない方向で議論を進めることでまとまった、とのことです。日本語で OK。 つまり今現状では同人誌は OK で話を進められています。おー私の嫁ペロペロ。じゃあこの非申告罪の対象って何よって言われると、著作物の完コピがダメってことです。映像とか音声とか著作物を丸々コピーしてそれを売って、それを第三者が見つけ通報し権利者に許可を取らずとも検察が動けるって話で進められてます。海賊版対策の迅速化を目指してるわけですね。この非申告罪ってどこまでのライン設定をしているんですかね。故意による商用的規模の著作物の違法な複製等を非申告罪とする。ただし、市場における現著作物の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない。とのことでまた曖昧な感じですね。むしろ、私眠くなった。わかりやすくまとめて。非申告罪は決まり、第三者の通報により検察は動けるようになります。でもそのメインは海賊版等の複製ものを対象としていて、二次創作の分野は今まで通り、その木の嫁を作ることができます。ただし今まで通りなので、二次創作は OK というわけではなく、まだグレーゾーンです。これは今まで通りの申告罪が適用されますので、権利者の申し立てにより検察が動くことがありますってわけね。投げえよよし。そんなこと言われてもねえ。てかこの流れで行きますよって言ってはいますが、まだ調整段階なので、いきなり手のひら返されでもしたら、嫁と会えなくなるんですがね。大丈夫だ主。その時は私がイラスト描いてやんよ。ガチムチの。やっぱりかい。